インターネットをご覧の皆様、こんにちは。おっさんですが、ヤングです。今日もネチケットに気をつけて頑張ります。ジョインシャンバン。よろしくお願いします。リフレッシュ休暇はどうだったんですか？あ、リフレッシュしました。 ありがとうございます。はいはいはい。面白かったさ、あのメンバー限定生配信やらせてもらってて、 あ好評だったんですか？っていうかなんか、あの感じいいなって思った。ちょっとヤングが電話で出てみたいな、ちょっとおもろかった。秋山来てんのかと思ってでしかもちょっと聞いてたらなんか暴れてんなって思って思ったりもしたんですけど、楽しく、山中湖に行ったんですか？山中湖行って帰りはね、富士サファリ。本当に本当に本当近すぎちゃってどうしようってなって楽しかったっつって帰ってきて、首都高ずっと通ってきて海老名のサービスエリア寄って、すごいななんつって帰ってきたら、渋谷超ゲリラ豪雨でした。どしゃ降りだ、危ないよね。もうどしゃ降りの雨の中私はな、もうちょい話膨らましてほしかった。あ、そうですか。すんごかった。道路冠水じゃん。帰ってきたな。道路冠水じゃん。詳しくします？サファリパークの話。何してたのっていう。はい、サファリパーク行きました。それだから帰りの日でしょ、もうないの記憶え、いや行きから全部いた言ったじゃないですか。ボートみたいのものはい、行きまして、神社お参りして、ボート乗って、ボートもね、なんかちまちま漕ぐやつがあったんですよ。だけど、ボート一周、モーターボートで、で書いてあったから、もう迷わずそれですよ。もうバーッつって、山中湖一周して、そこからお風呂入りに行って、温泉ですよ。紅富士の湯。なるほど。はい、そこから、バーのベーの9ですよね。BBQ しまして、はい、焚き火、念願の。ついて行きたかったよね、せっかくなら。いやいや、すいませんすいません。そうですよ、だからね、本当だんだん皆さんの怒りのボルテージが高まってきてるのも伊藤がまめになんか映像を撮って送ってたからね。だからみんなでちょっとバーベキューしましょうよ。あ、いいね、バーベキューしたい。ヤングチャンネルでバーベキューして、はい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 、ね、なんかライターさんとかも呼び、そうそう、暇な人は、あ、そうね、あちゅまれってここでやってるよ、はい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 、とかって、まあいい暑さがもうなね、秋になる前に9月やろうか。あ、そうですね、いいですね。仕事とか入院してる時とか。ああ、いいですね。ちょうどいいよ、ね、なあ、やめるぞいやいや、テレビ電話つながりますから。おお、そう、おとどめとか言うな、なんかお前なあ、リーチかかってるみたいに言うなよお前な。ちょっとね、まあ、楽しくやっていきましょうよ。裏ワイドでしょ、まあ、ね、はい、よろしくね今日はなんかね、ラオウがね、そう、だいぶなんか堤防に腰掛けて、もう志村けんが両サイドからラオウを慰めるのなんかね、こんなやつ慰められても な俺負けちゃってさって言って最近豪商派が効かないんだよねみたいな、お悩みスランプかな、まあまあやっていきましょ う、はい、よろしくお願いします、はい。リゼロ鬼がかり、ついに稼働貢献が終了。てててててれてててれ、すごい、135周、135周ね、散々言ってますけど、稼働貢献っていうものがありまして、お店はそれでその使える台使えない台の、基準を測ってると、目印という、はいはいはい、で、まあ、大体8周超えたら合格点だし、それより持たなかったら、まあ、いわゆる世間ではクソ代とか参拝とか、まあ、散々なことを言われるわけですけど、なんとそのリゼロが、初代の鬼がかりですね、135周、2年半以上、まあ、3年は持たないけどっていう、すごいことですよ。だからリゼロ鬼がかりが出た時のその衝撃、ポキュン、先バレの始祖ですよ、パチンコを変えたと言ってもいいね、ぐらいでやってたんですけど、やっぱびっくりするのが、まあ、でリゼロに関してはね、いろいろあったんです。売り方の問題、すごい人気出ちゃったから、リースでやりますって言って、ものすごい法外な値段を吹っかけて、今までその台を売るとか台をっていうことでは考えられないぐらいの金額設定になって、それでも大手とかを中心にいいですって言ってやってるところも多い。そんな中、リゼロ2が出ましたっていうの、リゼロ2も絶好調みたいになったりして、
だそれでもあのだから鬼がかりが落ちなかったのがすごいよね。すごいよね。普通2が出たらストーンって落ちて、まあそこのだんだん下がっていくんですけど、まあそのうちっていうんですけど、まあ持ったよねっていう、そこからでもだからリゼロ12個でもみんなワンワーって打ってるし、ちょっと釘が開く感じになってきた時でも、まあイベント使われ始めたら今度鬼がかりの方が受け口っていうか、なんとなくねあれねゲージもいい感じでね、おルッキングとみたいな、あと回ってる感じすんだよね。そう、それもだからそれはでも実力ですから、回ってる、同じスタート地同じなのに、うん、回ってる感じがする、全然回ってないのに、うん、って思わせる台は、うん、大体いい台です。まあそうね、それを不満にも思わずにお金が突っ込めることなんで、具体的に数えたら一発で、もちろんプロは打ったりしないんですけど、うん、なんとなく打ってられるっていう仕様になってるのはこれもすごいことで、うん、でまあ一撃があるんだよね、ぶら下がってるものが、まあ、3000スタートじゃない、うん、やっぱ、はい、あれも早かったよね。早かった、そう、まあ、とにもかくにもそんなこんなで、まあ、長い人気がで、時速もねめちゃくちゃ早かった。時速に関してはまあそれまでに流れがあって、うん、4万発だ5万発だって言われてる中で、ジャギとかね、うん、そう、ジャギは7万発、ね、最高、それも極北ですから、うん、6万発当たり前になったっていう感じで、6万発ってね30分続いたら3万発ですからね、まあ、むちゃくちゃなことではあるんですけど、そのリゼロさんが、まあ、役割を終えられて、うん、ただ稼働貢献なんて散々しましたけど、うん、ホールにはね、うん、あらり貢献っていうのもあるんです、はい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 、置いてる限りはお金が儲かる、うん、逆の多い少ない別ですけど、うん、まあ、あのとにかく動いてくれて、うん、あのあらりに貢献してくれる台っていうのはいっぱいあるんです、はいはいはい、ね、そういう台にはもちろんなるし、うん、あの落ちてきたら今度1パチに行くっていうのも、うん、だから鬼がかりやっぱ稼働貢献続いてたから、うん、実は1パチにはあんまり行ってないんですよ。あ、なるほど、うん、そうだよね、エヴァ方向の方がよっぽど早かったって、ね、うん、そう、そうか、そうなんで、これからもまだまだ使われるし、うん、ホールにとっては、利益を生み出す機会として、うん、貢献はしていくんでしょうけど、うん、まあそんな中ですよ、はいはいはい、その売り方いろいろある中で、はいはいはい、ついに今度スロットの方がね、まあ今度出るよね、うん、だからダイトさんって、まあ、リゼロのパチンコぶち当てて、うん、すげーってなってたんですけど、うん、実はスロットの方があまり不調というか、そうですね、うん、ね、まあ、台は出てるし売れてるんですけど、長く使えたとか、うん、そのユーザーを熱狂させたみたいな台が、まあ、この間番長4がとかって、ね、そう、番長が早くも終わってね、うん、あれはだからみんなが思ってる番長とはちょっと違ったっていうのもあるし、うんうん、もちろんその5号機6号機からの番長の流れを継ぐものではあったんだけど、うん、初代のそのやっぱ北斗が4号機のスリープユーザー掘り起こしたみたいなところで言ったら、ちょっとなってなってる中で、ただリゼロのスロットもその6号機の辛い時代を、夢中戦区間などありながらも、純増あれ7枚でしたっけ、8枚だったけど、で3回勝ったら入るみたいなやつの先駆けでもあるし、まあそれの続編がついに出ますということで、これがいいにせよ悪いにせよ、まあもちろん話題は呼ぶしね、ホールでも買わざるを得ない台にはなってるわけなんで、うんうん、まあまあ、これからも台と並びにリゼロのブランドは、うん、まあ、もうしばらくはもう盤石なのかなっていう気はしてますよ。ひとなりだけ打ってみようかなってなってたもんね。だからね、そうなんです、その、まあ、先バレの始祖と言いましたけど、319に対して140分の1で何かがあって、うん、信頼度が 40%、うん、これが絶妙だったわけじゃないですか。で140って言ったら、まあ、1枚打ったら1回はなんすよ、なんとなくね、大体、うん、だから帰りにで早いと来てるから、出玉の、うん、一発鳴らして入って刺さった日にゃっていうので、うんうん、まあずっとみんな楽しい楽しいって打って決着も早かったのもあるし、で打ち込めば打ち込むほど当たるやつ当たらないやつ分かるじゃないですか。そうですね、うん、特に分かるね、うん、まあ、まずこのカチャカチャもありながら、うんうん、ガッシャン来んのかって、うん、まあそういうのも良かったのかなっていう、打ち込み楽しさとあと分かりやすさもバランスが良かった、まあ免疫ですよ、これは間違いないことで、ね、これからもね、リゼロは我々も注目していきたいなと思ってます、うんうんうん、はい、はい、大崎一万発のツイートがちょっとだけ話題に、ててててれててれ、ちょっとだけ話題なんですか、ちょっとだけ話題になったやつね、どのツイートですか、演者さんの話なのかな、今来店バトルがありますけど、ああみたいな、ああ、うん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 、うん、この人な、本当こういうこと言うよね、言うよっていう話ですが、大崎さんがつぶやいておられます、はいはいはい、
連れの軍団呼んで良さそうな台を占領させる、うん、まあこれだから、うん、ごめんなさい説明しておきましょう、うん、おそらく、うん、まあ今来店花盛りじゃないですか、はいはい、いろんな演者さんが全国を飛び回ってます、うん、今日も、うん、京都で、うん、どっかで演者さんが、うん、店内でマイク入れてますよ、うん、ね、うん、お邪魔しております、うん、YouTube 撮影しております的なことをやってるんですけども、うん、そんな中で、うん、まあ行儀の悪い演者さんとか、まあツイート界隈ではね、うん、X界隈ではやっぱ、うん、演者さん叩かれがちじゃないですか、まあ、ちょっとなんかやっただけで、うんうん、あだから高田ゆずきちゃんのやつもね、あなんかありましたね、飛行機が遅れてたのに最高、知らないよ審議は、うん、そのざわざわってしたのは、指定代疑惑じゃないかっていう、うん、そう、うん、そうだから指定代がねありかなしかみたいな話で、うんうん、ちょっとわーわーなって、うん、思い出しました、はいはい、大崎さんのツイートは、うん、それの流れのやつですね、うんうんうん、だから演者って、まあ、お店が呼んでるわけで、うん、我々よく言ってますけどお店に呼ばれてる間はその日一日お店の奴隷なんですよ、そうですね、まあそりゃそうです、超高額日雇いバイトだと思ってます、だからお店さんの意向には沿うし、うん、っていう態度でやってんですけど、うん、そんな中でも行き過ぎた態度の人もいるし、その高田ゆずきちゃんの場合はよくある指定代疑惑で、うん、その一番最後で入ったはずなのに、うん、稼働が止まってた北斗にいつの間にか座ってたみたいな、うん、知らないですよどうなのか、そのしましてやね、高田ゆずきちゃんが、うん、私北斗の6が打ちたいんでみたいなことを言ってて、お店がそれを打たせなきゃみたいなことじゃないと思ってて、ね、今や強欲スペックや ね、 ね、そうでも そんなこと、まあもちろんないんですが、絶対ないないんですが、うん、それで言ったらかつてはあったんです横行してたんです、それの尾を引いていまだに演者さんがどうこうどうこうっていう人が多いっていうのは、それであいつらに金払ってあいつらの設定のいい台打たすんだったら俺らによこせよっていう、その歪小なしょうもない議論がキチ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 やってるじゃないですか、なあお前演者が来んかったらとか演者がそれ打たんかったらお前の平均設定何番あんのやっていう話ではあるんです。だってお店が呼んでるんだから盛り上げたくて、だけどもそういうことをやる人もいるということで、俺はだから指定代みたいなこともケースがあると思うんですよ、お店の意向でどうしてもこれを打ってほしいってあるんです、厚めにしてるし今後この騎士を育成していきたい、そんな当たり前じゃない、そう僕は極めて普通なことだと思ってんです、ちょっと大会を打たないでくださいよ、そう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 、なあ本当そうですよ、なんだけども、うん、その指定代疑惑と呼ばれるものにも2種類あって、うん、そうやってお店がぜひとも打ってほしい、うん、な本当はお店その演者さん今日はパチンコ打ちたい気分かもわからんけど、うんうん、まあすいませんなんとかちょっと今日北斗の方とかあるわけじゃない、だって目印にしたいかもしれないじゃん、そうヤングさんが来た日北斗だとなんか出てるな、そうで次呼ぶ時にね、うん、で実際問題、ね、出玉を目立たせたいもあれば、うん、来店してる時に声をかけやすいっていうのもあるんで、うん、角を座ってくださいって設定なんか聞かないですよ、もちろん、ね、かつてですよ、うん、今も本当お店もだいぶ意識が変わってきてそういうこともなくなりましたけど、はいはい、できれば設定1とも6とも言ってないですよ、うん、カード打っていただきたいんですけど、うん、って言って、うん、あ分かりました、うん、っつって、うん、ああなんか出てこれええんやろな、うん、みたいなことは、うん、まあありましたし、うん、だけどもそれはまあお店の都合でそうやってるからいいじゃないですか、うん、俺は思うの、うん、でなんだしかも取れないことだってあるでしょ、うんね、抽選があるわけだからね、ただ X でガチャ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 なるのは、うん、まあ昔のその話ですよ、うん、俺なんで6打たせねえんだとか、うん、6どれだとか事務所に突っ込んでいく輩がいたんですっていうのがありながら、うん、っていうのでちょっとガチャガチャしてる時に、うん、大崎さんがしたツイートがこちらということなんでしょう、うん、これだからね頭にねこんな来店演者は嫌だっていうのつけるとね、うん、超面白い、あそうですよねわかりました、やってみましょう、はい、俺とマンちゃんの合作やな、はいはいはい、ヤングチャンネル、はい、こんな演者は嫌だ、はい、連れの軍団を呼んで良さそうな台を占領させる嫌だな、嫌です、ね、これもねかつてはいなかなかったんですよ、俺の中にね脳内にね、うん、まあ、2,3 名の、ね、うん、頭浮かんでますよ脳内、そしてアテンドの車はアルファードじゃないと嫌だこれちょっとおもろいけど俺も知ってんすよこれ誰かっていうの、あそうなんだ、うん、へー、いや、え、待って、いやヒント出すなお前なんかバキュン入るじじなつもりで言うとんのやお前な出すんじゃねえよヒント、そうなんだ、
まあアテンドの車、まあいいじゃないですか、だから別に、うん、グリーン車じゃないと嫌だ、これもまあありますよね、あります、あります、面白いな、うん、あとねこれすごいな、昼ご飯併設の食堂は嫌だな、フリップ芸だ、もうノーモアご飯時みたいな、なあそう、ね、結構ですみたいな、 ありますよ、まあ、はいはい、そして続きますよ前日になってやっぱり前入りにしたいからホテル取って、これ知らんな、いやこれやる、あこれ俺かちバカお前、そ俺は自力でやるやろお前、自分で楽天トラベルな、俺やっぱ明日前乗りするわは、はい、全部ギャラの中からもうもんでやってますよ、そうなの自分で、はい、これはやってますよ、ただそれを代理店に追っかぶせて全部やれっていうのもね、はいはい、まあ、違うと思うんですけど、はいはい、次いきますよ、ふるってますよ、すうん、早張りで飛行機取ったはずなのに領収書をなくしたと言って正規料金請求やだね、 いくら変わんのかな、倍ぐらい違う、あマジか、多分地方で、正規で言ったら、うん、だいたいね地方17,000〜18,000円、高い時で2万後半とかなんですけど、まあ、正規が3万5千ぐらい、あだいぶ違うな、まあ、だいぶ違う、はい、汚ねえなこいつ、はい、そういう方をする人が、まあ、いるんでしょう、まあまあ、はい、うん、そして、マネージャーがただのキャッチ誰や分からんけど、まあ、ありそうではある、ちょっとオチっぽく書いてる、いやほんとほんと、うんうん、まんちゃんね、ほんとなどなど、なんでそうなるのって話を最近よく聞くんですよね、はいはいはい、偉くなったもんだよなちんどんやもって、ワイもアルファードで送ってくれよってしみったれた軽自動車で移動してることもありますよ我々、全然それのね引用リツイートでおもろかったのが、最近聞いて爆笑したのは、うん、コンビニはセブンイレブンがいいっていう演者がいるらしい、ああああ、これに関してヤングではないかという満発の最近聞いて大爆笑したのはコンビニはセブンイレブンがいい、可愛らしいもんじゃないですかって言ったら、大崎さんがこれヤングじゃねえギャハハってやってたんね、ありましたけど、ヤングは確かに、そのアテンドの方にコンビニ寄ってくださいって、絶対セブン探す、できればセブンがいいですって、大体そうだよね、なんでかっていうと、うん、コーヒーが美味しいからっていう、ね、うん、ローソン嫌なんです、ノーマンさんじゃマチカフェ結構ですなんでそんなにファミマの最初はまずかったんですよ、ああほうほう、頑張りましたよね、 あ、 あ、 そう、うん、ああいうの見るとやっぱ協力がすぐ枠取り下げて違う枠にしたのとか分かりますよね企業間でしのぎを削ってる感じが、ね、うん、ね、ファミマのコーヒー急激にうまくなりましたから、数年前からで、マチカフェはね、未だにね、ちょっと、あ、そう、あ、マチカフェだな、みたいな、マチカフェも変わってきたよ、あ、変わってきました、自分で作るようになったよ、あ、ようやくね、そう、だからそれがいらん中にっていう、その店員さんが、ね、あれ、だからコンセプト立てが間違ってるんです、あれはね、マチカフェとか言っちゃってスタバに勝てるわけないじゃないですかありながら、まあまあ行儀が悪い演者さんもいるし、まあそういうことですよ、いろいろね、あと、まあ、派手なツイートしたいとか、うんうん、あったりもして、うんうん、なそうやってなんかね、いい台座りたいとかあったりすると思いますけど、だいたいね、大きな目で見てあげてください、まあね、まあ、露骨なことやってる人がいたら、うん、もうさらしてあげてください、ね、晒しちゃうしかないよね、うん、こんなのは、ね、ヤングもね、本当襟を正してね、そうです、うん、そうです、コンビニ、あ、ロソンでいいですあったらいけっな、偉そうにしたらいけんなっていうことですよ、そう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 、パチンコ売ってるしか脳がねえくせになっていう気持ちがあると思うんですよ、皆さんの中には、ほんでまあ言ったら、うん、その通りなんです、うんうん、本当そうです、ね、なんで本当神戸を垂れて ね、 そうですね、低くしていきましょう、はい、ライターの皆さん、はい、ね、頑張っていきましょう、そして最後なんですけど、はい、ちょっとね、まあ、来店で言うとちょっと面白写真というか、うん、これね、これ見たこれこれさ、言うていいんですか、そのチャンネル的に、なんて言ったらいいんでしょうね、だから違うんですよ、これ本当やべえなって思うんですけど、うん、まあ正しい名前から最初に言いましょう、うん、演者さんでね、うん、クリス・トリスさんっていう方がいらっしゃいまして、 AI じゃないよねじゃないと思いますよ、こうちょっと芸の人なんかなと思う、ね、ちょっと見た感じはな、南部さん風の頭ダダダダンダダダダダってやりそうな感じのクリス・トリスさんっていう人がいらっしゃいまして、それを、お店さんが間違えて、広告とかネットでババーンって
言うんすかこれ名前な、うん、もうご想像の通りですよ、うん、クリトリスって言っちゃったんだってなあバカだなって思う反面これはちょっとしゃあないやろっていうのもあって、うんそ、その感じで言ったら俺はこのこいつが悪いと思うんですよ、うん、クリストリスさんが、うんうん、お前の存在自体が罠やねんっていうねでなんなら間違い待ちをするためにこれはこの名前にしてんじゃないかなっていうぐらいの名前なんですけどこれがパチンコ屋の広告で踊ってしまうっていうね、うんうん、動画ちょっと見たけどクリトリって呼ばれてましたそう言うてるやん世も末ですよだからパチンコ屋って言われるんやでなここ書いてある昨夜配信の演者名に間違いがございましたせいクリストリス訂正してお詫び申し上げますとバカじゃねえのって思うんですけど ねそんな間違いがありましたと、うん、っていうことで言えばですよ我々もね結構名前間違えられてるんですよまあ僕で一番多いの言いましょうか、うん、これがね1度や2度や3度や4度ではない、うん、まあ3、4回か、うんヤングヒロシ大体、うん、まあってなるじゃないですか、うんうんうん、でもねやっぱ大崎さん大崎さんはね数々の伝説を持ってますからはい。まずね一番俺が面白いのね大崎一発マン来店って書いてあるどうやったら間違えんだ単発野郎が来るぞーってなおーおー大崎一発マン一発マンすげーよ、うん、マジであれ笑っちゃうよ ね、あともう一個あめっちゃ大崎さんで笑ったのが、うん、大崎万次郎って言われてました弟いやジョン万次郎って言ったらやっぱ俺の中ではジョンなんですけど、ね、ただやっぱジョン万次郎は高知の人だからやっぱそういうの関係あんのかなってないと思いますよないと思いますよ店長さんがねマイクで本日は、大崎万次郎さん来たへんって言って高らかに言って代理店がぶち切れてなんかあのダーって駆け込んでいったらあの大崎さんに店長さんが土下座して謝ってました万次郎ぐらい許して僕は全然気にしないですよって言ってたんですけどいろいろね名前はね間違えられますよだから琵琶湖とかね俺ね漢字で書かれたこととかあると思うんだよね絶対あるよ ね、 ね、うん、おい日本一でっかい湖が来るぞ多分琵琶湖さんね、うん、すごいよでレオ子もなもしかしたらもうレオ来店とかあるな機関車トーマスの人来るのみたいなでもおかしくないよね、うん、いろいろあると思うみんなに聞いてきたらそれぞれに持ってると思うからねただまあこの中で言ったら、うん、名前間違いの最極北はやっぱクリストリスさんね間違いは今後も起きないとも限らないですからねおあとでもこういうのパチンコ屋さんの偉い人、うん、役員とか会長とかそういうレベルになると、うん、こういう下ネタめちゃくちゃ嫌がる人いますからねあーなるほどね、うんうんうん、だからあのパンツ見せて演者、うん、あの来店がダメになった人とかもいるじゃないですか、うんはい、やっぱこのゲスな産業なだけにねあのちょっとでもよく見せたいとか品よくしたいって思ってる人はすごく多いんでギャハハのスタンスじゃないですか我々は、うんうん、だけどね嫌がるとこも多いと思いますよ。クリストリスさんおもろいな、うん。ね、クリストリスさんがね、今後もこの名前でやっていかれるのかどうなのかもね、まあ注目していきたい。マネージャーがただのキャッチの人になっちゃう。まあ、じゃあそこか、そこやったんかなっていう、うん、まあみたいな ね、本当勝手なこと言ってすいませんね、本当ね。面白かったです。お店の人はね、うん演者さん、うん、よく知らない演者さん呼ぶことも多いと思うんですよ。うんだね、誰だこれって思いながら、うん、ポスター作ったりメール作ったりしてるパターン多いと思うんですけど。気をつけてやってあげてください、はい、よろしくお願いします、はい、さあということでね今回もいろいろグダグダなんかよくわからない話題があったようななかったようなねえ、うんうん、っていうことですが、はい、今後もね楽しくやっていきたい、まあ、リゼロちゃんがいるからねリゼロちゃんがね本当このお尻プリンって出してるのはちょっといやらしいんだよね、はい、リゼロちゃん今度はね、うん、スロットに期待しましょうはい、はいということで今回はこの辺でお別れでございます。いつもご視聴本当にありがとうございます。失礼します。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。面白かったらいいねボタンもお願いします。社員一同の命運がかかっております。ぜひまた見てください。